こんにちは。はい、今日も、またこの時間帯に突然の雷雨だったな。雷とともに雨が降ってきて、今嘘のように晴れ渡ってます。いやでもちょっと降ってんだよね。近所の最近ここ2年ぐらいで通った高速道路の下の屋根にいます。こっち側でやろうかな。でもな、景色がそっけないよね。まあ、こっちもこっちで面白いか。電波が大丈夫かな。まあ、気分に合わせて裏と表でやりましょうか。土の匂いを嗅ぎに
どうもこんにちは。地震、あ、そう。地震はちょうど学童に入っていたんですけど、学童はもうなんだっけ、十数年前に大雨で水に浸かって、崩れそうな古民家を改築した、改築もしてないな修復した家が学童なんで、地震の不安は最近会議でも行われているんですけれど、そこで、そこのもう地震でアラートが鳴ったので、とっさに子供はね、机の下に隠れたんだよね。だから僕らもそう教わってきたけど、ちょっと僕らの会議ではね、逃げられるんならもう絶対倒壊の恐れがあるから、とっさに机の下よりもとっさに外に出た方が正解じゃないかっていう予想を立てていて、それがとっさに行動に移せたんだけど、まあ揺れませんでしたね揺れなかった。うちはこっちは、ありがとうございます。ご心配おかけしました。Peaky
ございます。いやうるさい、うるさいなこのトンネルの中に入っていきたいんだけど、電波がね、電波が怪しくなるんですよ。こっちでマイクがこう、こう拾っているとしたら、ねえ、いい感じになるかな。ノイズ混じりにならないかな。ありがとうございます。よいしょ。この景色もこの景色で。
しをありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。音がまた響きが違いますね、なのでこの間延びするいつも夢のような毎日をありがとうという曲をやってみました。間延び、いや、いい、気持ちよかったです。ありがとうございます。うん、テーマをもらって作った曲とかね、なんかまあインスパイアされて、インスピレーションをもらってっていうかね、テーマをもらって作った曲とかあったりして、でもそういうのってまあその時なんだろう、例えば直近で2年前3年前だっけに近所の山の上にあるなんだっけ、喫茶店のね、店主がちょっとスタンド FM でね、このヤバ家を紹介する、ラジオをやっていくっていうことをして、その BGM 作ってくれって頼まれて、それでそれはね、歌はなしの、なんかそのイメージを膨らませて作った曲が YouTube にも上げているけれど、豆竹コーヒーっていうんだけど、本当山岳岳の山岳の岳の上にある、喫茶店なんですけれど、豆竹コーヒーからね、送るそのラジオの BGM を作ったりとか、そういうのなんかね、インスピレーションもらってできるのは嬉しくて、今日もうちょっと練習してから歌おうと思うけれど、雲南、出雲の方にある、島根の方にあるゲストハウスで、のなんかテーマ曲作ってって言われて、いい曲できた、そのインスピレーションとともにいい曲ができたんだけど、まあ、結局ね、なんかその場のノリだけの話になっちゃって、そういうのってさ、なんかいい曲できたのに行き場がなくなってかわいそうだなっていうか、微妙に僕が歌うのも違う、なんかそのゲストハウスの歌もみんな集まってみたいな感じでさ、宴だみたいな歌なんだけど、僕にはあまりにも似つかわしいですシチュエーションがなくて、これすげえ人が集まってなんかパーティーみたいな感じで、それのなんか最後に歌う、みんなで歌うみたいなイメージのね、曲なんだけど、まあ、それちょっとしばらく練習して、お盆には神も仏も、ね、鬼もみんな歌えみたいな、踊れみたいな、そういう感じで一人で歌おうかなと思ってますが、そんなのもね、これを機会にちょっと歌いたいなって思ってて、永遠の君と僕っていう友達の、もう15年ぐらい前の友達の、結婚式のために作った歌があって、サプライズでね歌ったんだけどね、彼らがどうしてるかちょっと今わからないですけれど、仲良くやってるといいな、そんなのもなんかそこでその場雰囲気がないと成り立たないみたいなさ、
でも成り立つからさ、何言ってんだろう、歌ってみようと思ってさ、永遠と君、永遠の君と僕。グダグダだな。もうちょっと馴染ませようと思います。頑張ります。
頑張りますか。そうだよな、こうそう行き場がないんだよね。あのでもいつも歌っていい、いい、いい、うん、いい歌。それでやらなきゃ、練習しなきゃいけない曲には手をつけないというね、今月末に、九州の方の、まあ、うちの近くあたりなんですけど、北九州、博多、長崎で僕の住んでる矢場家っていう4カ所で、あの風の音楽家っていうバンドで、ツアーするんですけれど、この間、そうですね、酒井さんとお会いできた時の以来の、また3人会うんですよね。ちょっと 新曲もあの送られてきたので、歌をつけて練習しなきゃいけないんですが、そう、ね、いろいろとインスピレーションをもらいますよね。そう、風の音楽家でやってる時はピアノの重松宗一郎さんがなんかイメージ の 歌のない、 いやあのイメージの雰囲気のある、ピアノでインストを送ってきてくれて、それに歌をつけるとか、あとまあなんかセッションしてた時いい雰囲気の曲にするとかで、次やろうと思ってる幻って曲は、そうだな、なんか福岡だったと思うんだけど、もうかれこれ何年前かな、分かんないけど、リハーサルのセッションで、福岡じゃない、広島か、まあいいや、どうでもいいや、で、セッションしてた録音を聞いて、あのいいじゃんって思って、そこに歌をつけて、我の強い歌を。今ここにいる人を残って今
ありがとうございます。へえへえ、昨日またもう30分過ぎてるんだね昨日時間を忘れて歌っていて、昨日じゃねえか、一昨日か、歌ってて、歌おうとして切れてしまった。最近歌い込んでいる坂本悟さんのジガーズさんってバンドだった頃だね、の缶ビールをちょっと歌おうと思います。うん、君が初めて僕の部屋に君が初めて、こっちバックにしようかな17の僕らは缶ビール一本で真っ赤になって、二人とも真っ赤になって、二人だったら何でもできると思って、お互いは自分の分身だと思って、嬉しくて10分笑った後30分泣いた。ああそうだったね、だから君は缶ビールを顔してたんだね、そうだったんだね。20歳の頃僕は早く大人になりたかった。周りから取り残されて行きそうでもがいていた。学生のくせして学生が嫌だと言ってみた。君を場違いな場へ連れてって、雑誌で覚えた物を得意げに君に勧めた。ああ世界が広がってゆくようで、僕は飛び出したくてたまらない。少し引いて見ている会わずに思い切り僕は飛び出した。二人分の涙と初めてのビールが混じって、その夜最後
後に君は僕を試した。テーブルの上に缶ビール、僕はその意味もわからずにただ君を責めた。ゆっくり大人になろう、そう思えた時もう君はいなかった。脇道にそれてた僕の周りで変わらずにいてくれたのは君と缶ビール。二人分の涙がビールに溶けて消えた。二人分の涙が溶けて いろいろあるよね。僕この歌歌ってて、僕はこの坂本悟さんはこういう人なんだなって思いながら歌ってます。僕じゃないなって。僕は多分、ね、こうやって突っ走っていく、ね、なんか突っ走ってそれで失敗もするけど、失敗を積み重ねて積み上げていく人なんだろうなって思って、僕がそのこの、この歌の僕の親友だか恋人だかみたいな位置にいるかどうか分かんないけど、僕はやっぱこの歌を歌われているとしたら、僕は僕で僕は僕だったなって思います。遠くへは行けなかったな。
を見つけたよ。旅に憧れる時もあれば、落ち着いた生活に憧れる時もあった。どこか行けば必ずそこには行く人がいて、いる人がいて、幸せを見つけ、幸せを身につけて、やっと自分を受け入れて、本当は一体どこに行きたかったんだろうって時々思ったりして、道を引き返して背中の月を見つけたよ。遠回りした道を引き返結構なんか思い切った生き方をできないで、グダグダとして、20代過ぎて30代に入った頃に、なんかやっぱりやりたいことやろうみたいな、やりたいことやろうっていうわけでもない、なんか電車に乗ってると、電車の田舎の方に行くと、あの田んぼがあって、そこから道がぐーっとさ、森の中にね、あぜ道がずっと行くのを見て、あそこ行きてって思って、そこから自転車でそこを通るという旅をすることにしたりして、なんか旅人になっていったんですけれど、まあ、そんなさなか旅人だったみたいな過去形で歌を作っちゃったりしたんですよね。こんな歌、夢は叶わなかったなみたいな。ね、あの夢は叶ったのかな、なかったのかな。あったかい気持ちであったなら、今日で会う新しい一日のありようにもありがとうって歌ってるな。これ歌おう。これまでも
が見えてきた思いの通りだった。なんだ最初からあった、それはここにあった、ずっと待ってていてくれたんだね。これまでもこれからも幸せな道がずっと続いている。ここからもどこからも幸せな道がずっと続いている。懐かしい気持ちで目が覚めた、あの夢は叶ったのかな、なかったのかな。あったかい気持ちであったなら今日で会う新しい一日のありようにも、ありがとう。これまでもこれからも幸せ幸せな道がずっと続いている。ありがとうございます。ありがとうございます。52分。もうぜひ一緒に歌ってください。幸せな道がずっと続いていると、歌ってほしい、うん、あ、いやー、じゃあジーンと来ようかいや、もうちょっと軽やかに笑って一緒に歌ってくれる曲もやっちゃおうかな。あ、幸せ、みんなが幸せで、幸せ、よし、ゴミかしら、ごちそうかしらをちょっと歌おう。それで終わろう。そうしよう。ごちそう温度という曲で終わると思います。僕の定番なんだけど、このライブ配信ではあんまりやってないもんね。
しら、ごちそうかしら、はゴミかしら、ゴミかしら、ごちそうかしら、はゴミかしら、うまそうに食べるやつがいる、まずそうに捨てるやつもいる、はい、ゴミかしら、ごちそうかしら、はゴミかしら、ゴミかしら、ごちそうかしら、はゴミかしら、なく食べてるやつもいる、ああ世間の風に、ああああ暖かくも冷たいようにも吹け、ゴミかしら、ごちそうゴミかしら、ゴミかしら、ごちそうかしら、ゴミかしら、大事そうに隠すやつがいる、気づかずに食べちゃうやつもいる、変わらない日々を行く、 hey, hey! ゴミかしら、ごちそうかしら、ゴミかしら、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 世間の風に。また一つ己を知る、雨が降ってきた、雨が降ってきた、ありがとうございます。57分、あと2分、みんなが幸せでありますようにを、長い曲だから途中で切れちゃうね、うん、歌います、歌って終わります、また来週、どこかお盆の最中お届けします。夕焼けが赤くあたりを染める、僕はもうしたんだ、いろいろあった、本当にいろいろあった、まるで何もなかったように、今日一日を
そしたら何か気づいたのかな、ちょっと微笑んで大丈夫。